はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、ビール、小江戸ビール、小江戸ビール、ルリ、小江戸ビールですね。プレミアムオールモルトビール、クリアな黄金色と白く柔らかな泡のコントラスト、爽やかな飲み口が、特徴のプレミアムピルスナービール。あ、ピルスナーか。軽やかな口当たりながらも深みのある味わいと、ホップの香味苦味のバランスを取った上質の大人の楽しみ。飽きが来ず、どんな食事にも合うビールです。その透明感あふれる特徴にちなんで、ルリと名付けられました。アルコール度数 5%。ですね。これ確か280円ぐらいじゃかな。確か。高いです。うん、高いんだけど、実際、この小江戸ビール自体、全体的に高いんですけど、これだけ安かった。まあ、多分ピルスナーだからだろうな。おそらく。あ、すげえ。白濁だ。若干濁ってる。しかも全然泡が立たない。びっくりするほど泡が立たない。で、前回と同じく、クレイジーソルトバタピー。おつまみにいただきます。わかるかな？すげえ白濁で若干濁ってるんですよ。かなり濁ってますね。じゃあ乾杯。これあれか？いや、小麦は使ってないはずだよな。麦芽とホップしか使ってないですね。珍しい。珍しいっていうか、小麦使ってないの、こんなに白く濁ってるの。珍しいですね。うお！苦え。かなり苦い。うん。うお。これ苦いな。結構苦いぞ。小江戸ビール。小江戸ビール。うん。これは。キャッシュキャラ。5種類のビールがありますね、小江戸。キャラと、ルリと、シロと、漆黒と、紅、赤。うわ。これ苦いな。何回も言うけど。これ苦いわ。すげえ苦い。うん。これは苦い。とにかく苦い。コクは特にない。ん？コクはない？いや、どうだろう。結構苦さがジーンと続くから、コクはあるのかな？うん。深みはあるね。コクある、ありますね。うん。これは苦いな。うわ。
ここどこだ？株式会社。ん？小江戸ブルワリー。だって。これは苦い。ピルスナーかってぐらい苦いね。正直。本当にこれピルスナーかっていうぐらい苦いです。うん。うわ。これは苦い。とにかく苦いです。正直苦すぎる。あなたの知らないビールの世界。で、ちょっと見てみますが。飲んでみます。ホップのうまい苦味がグッド。プレミアムモルトをややドライにライトにした感じ。モルトのコク、苦味は中程度。嘘！グビグビ飲んだらもったいないので、舌の上で転がして堪能。うん、うまい。五つ星だって、この人。マジかよ。ん？ほんとか？苦味強くない？これ。中くらいだって苦味。嘘！考えられん。これはめっちゃ苦いだろう。さすがに。これはもう、苦さ最高レベルですよ。個人的に。これごみ。ちょっとブログを拝見しましょうか。適当な人。適当な人のブログを拝見しましょう。多分かなり苦いと言ってる人がいると思うんだけどな。一貫280円だって。特に、かなりだね、舌に残る感じですね、苦さが。これはちょっと。あのね、そうだな。小江戸ビール祭りなんてあるんだ。いいね。埼玉。なんつうかな。以前飲んだ、夜な夜なエール。まあ、あれも苦かったんですけど、
あれはね、やっぱコクがあるんですよ。ものすごい。やっぱこれあんま濃くないのかな、わかんないけど。ね、それに比べるとね、とにかく苦い。あの、エーデルピルス。エーデルピルスと同じような感じですね。エーデルピルスみたいなほど苦い。あれも超苦かったんですけど、大してコクはなかったんです。うん。で、ずっとこの下の、あの、下のね、あの、喉の近くの方に、ずっとこの苦味がこう、ずっと残るんですよ。そんな感じ。うん。こういうの、こういうビールあんまり俺好きじゃないんだよな。ずっと残る感じの。あの、エーデルピルスみたいな。あれもエーデルピルスってピルスナーだからな。あれに、ほとんど同じような感じですかね。とにかく苦い。うん。あの、とにかく苦いです。個人的に、あの、もう苦いとしか、もう、言えないぐらいですね。もう味の感想、苦い、一言。以上って感じ。うん。これはちょっとね、いや、確かに、ビール苦いのもうまいんだけどさ、ちょっと苦すぎるよね。うん。これは。どう超えてるね。苦さ的ない、あれが。だいぶ。だいぶね、あの、どう超えてる。確かに香りもあるんだけど、もうすべてが苦さが、あの、強烈すぎて、もう、香りなんてなかったことになるぐらいの。苦味です。もう全部苦いって。もう何でもいいわ。もう何でもいいです。え、ジョニー・ウォーカーのブルーラベルなんてあんの？関係ないけど。ジョニー・ウォーカーブルーラベル、たっか。ウィスキーのジョニーウォーカー 750ml。ブルーラベル9980円だったっけ。クソ高え。いや、でも、俺さ、こんなさ、ウィスキーでさ、まあ1万、まあ買わ、まあ、ね。いいけどさ、せめてジョニーウォーカーをさ、で1万使うんだったら山崎買わない。これわかんないんだけどさ。まあ、どちらにしろ飲んだことないからわかんないけど、少なくとも山崎はめっちゃほら、評価的にほら高いじゃん。もう誰が見ても、プレミアムビール、いやね、プレミアムウイスキー。ね？もう、みたいなね、感じでわかるじゃん。だって山崎、あれだぜ。12年でも6000円ぐらいの。ね。価格 .com の、人気ランキング。ウイスキー人気ランキング。1位が、サントリーの山崎12年。5880円。うん。で、2位がジョニーウォーカーのブルーラベル、さっき言ったやつね。1479円。3位が、響きの17年、700ml、7980円。は？ 4 位が、バランタイン30年。ウイスキー30年ものなんてあんの？恐ろしいな、これ。19,500 円だって安い。ような気がする、30年で。
はぁ、なんですよ。安いな。なんか、そう考えると。だって、ザキヤマなんて25年ぐらいで、あれ何万すんの？10万ぐらいするんじゃん。プレミアもんで。バランタイン30年だってすげえな。で、ずらーっと高級が並んでるんですが、10位に角瓶、サントリー角瓶 700ml 1040円がランクインしてますね。唯一1000円。で、なんかようわからん100万円以上のやつあるけど、これ何なんだろう。12位に、数量限定ジャックダニエルブラックのロックグラス付き。これ若干欲しいけどな。ウイスキーのロックグラス付いてるやつが、1980円。これ若干欲しいけど、まあいらんかな。別にいらんかな。サントリー角瓶うまいか。さすがに俺角瓶はもう大嫌いなレベルだけどね。なんかわかんないけど、うえってピキーンってする味、あれ嫌だわ。もうなんて言ったらいいのかわからん。確定でもうまずいって思うね、俺は。で、あとザラーっと高いのがまた並んで、フォアローゼス。フォアローゼス。1070円、黄色ですね。イエロー。28位。30位にジャック・ダニエル。の通常のあれですね。シーバスリーガル12年が26位か。1948円。うん。あ、ニッカ、竹鶴。21年が2700円。竹鶴はすげえコスパいいっていう話は聞いてるけど。別に人気ランキングにはほぼ載ってないですね。竹鶴の12年がどこにあるの？いくらなんだよ。シングルモルトウイスキー。山崎。35年が、105万円だって。バカじゃねこれ。死んだ方がよくねって、レベル。死んだ方がいいですよっていうレベルですね。はい。あとは、山崎ちょっと高すぎるよな。高すぎるよなっていうか、なんていうの、25年とかそれぐらいの以上のやつはもう高すぎて。アホか。だって18年で、16,600円だって。たっか。くっそ高いわ。そんなんだ、絶対山崎買った方がいいわ。あ、竹鶴。12年が1680円だって。1680円か。安いですね。シーバスリーガルの12年が1948円だから。まあ、シーバスリーガル高いからね。で、ちょっと気になるのが、これですね。楽天市場の、なんかものすごい高いのがあるんですけど。これなんだ？
関係ねえじゃん、これ。あれか。ウイスキーのなんか、入れる箱みたいなやつ。1695,289円だって。頭悪いんじゃないの、これ。なんでウイスキーランキングに入ってんだよ、これ。箱だぞ、これ。ただの。なんか、ショーケースみたいな。旅行のあの、あれみたいなやつ。バカか。こんなん関係ないだろ。でも、バランタインの30年が43度 ?19,500円。これ安いよな。30年だぜ、だって。桁が違うもん、だって。さっき何回も言いますけど、シングルモイトウイスキーの山崎35年が105万円ですよ。もう桁が違うかな、これ。おかしいだろ。で、あとは、高い、っていうか、高いっていうか、その、ザキヤマの18年でも16,600円でしょ。そう考えると、むちゃくちゃ安いな。まあ、安いって言っても結局高いんだけどさ。結局高いのはわかるんだけど、30年っていうことを考えると、いかに安いか分かるよ。だってたったさ、あの、19,500円、2万円で、30年のやつが買えるんだもんな。だから、あれだよね。30年間の時間をたった2万円で手に入れたみたいな感じになるよね。わかんない。バランタインの21年が5,990円だって。これでも安いもんな。正直。バランタインの12年が1,870円。はぁ。そこまで別に、12年はそこまで安くないのか。やっぱ竹鶴があれなのかな。だって竹鶴が21年で2700円。めちゃくちゃ安いな、にしても。ちょっと待って、バランタイン、それよか、高いぞ。絶対竹鶴の方がコスパでか、あれだな。ちょっと待てよ。竹鶴でググってみて。ちょっと待って、これが最高で25年か。竹鶴が最高25年ですね。これ多分プレミアつくんじゃね？そうでもない。アサヒショップで購入できますと。うわ、たっけ！ 52,500 円だって、なんか、プレミアついてんじゃん。おいおいおい。17年、竹鶴17年が5,423円なのに、なんか7年増えただ、8年か。8年増えただけで、あの、なんか10倍ぐらいに価格が跳ね上がってんだけど。なんだこれ。やっぱそういうことを考えると、あれですね。30年で19,500円っていうのはクソ安い。じゃあね。バランタイン30年。これ皆さんおすすめですよ。俺買わないけど。俺買わないけど、このバランタイン30年43度 700ml。箱入り。19,500円。クソ安いな、これな。そう考えると。ただ、バランタインってこれなんだ？どこのあれ？スコッチか。スコッチか。まあ、スコッチです。うん。まあ、バランタインあれですね。俺も飲んだことあるけど。ただのバランタインファイネストはね。俺飲んだことあったよな。あれ？俺飲んだことない気がしてきた。あれ？バランタイン飲んだことねえじゃん。よく考えたら。あれ、俺何飲んだんだっけ？
これに似たやつ。ん？何飲んだんだっけ？バランタインじゃねえだろ。よく考えたら俺バランタインまで飲んだことないです。今度買ってみようかな。確か、あ、カナディアンクラブだ。カナディアンクラブですね。カナディアンクラブ。うん。ちょっと似てね。バランタインファイネスとか、これ結構うまいっていう評判ですよ。わかんないけど。970円だもん。1000円以下で買える。これ安いですね。でもさ、10位に角瓶が入ってるのはちょっと納得できないんですね。だって何が納得できないかって、ね？ここまで超有名な、どこでも売ってるこのサントリー角瓶をですよ。わざわざ楽天市場で送料込みじゃないのに、送料別ですよ。なんで買うのって。送料かかるじゃん。送料が、甲信越だと、俺の新潟だと740円もかかるんだ。バカじゃないのこれ。一番安くて740円かかって、最高で、沖縄だと1260円かかる。バカか。なんでこんなん買うの？こんなクソ安い。確かにどこにでも手に売ってない超レアものだったら、まあ、ね。送料払ってでも買う価値あるとしても。こんなさ、1040円のやつにさ、700いくらさ、送料込みでさ、送料さ、かけてさ、買うのはバカじゃない？と思います。僕は。うん、僕はそう思います。ね。まあ、それに加えて、もうまずいのに、まあ、やっぱ人気なんだろうな、角瓶はな。なんでこんなのがうまいか、俺はもう個人的にわかんないんですけど。うん、サントリーの角瓶はやっぱ人気ですよね。俺はもうロックでも、ハイボールでも、どっちでもこれ飲んでもまずいと、断言する、ウイスキーの一つですね。これは。さすがにクソまずい。ウイスキーだ！ウイスキーでしょ！ただ、ただ、菅野美穂が可愛い。それだけです。とにかく菅野美穂は可愛すぎ。めっちゃ可愛いっていう。あ、そういえば、角瓶のプレミアムが出たみたいですね。2000円ぐらいで、確か。製品紹介。プレミアム角瓶、新発売。43度。角瓶に比べ、香り、味わいの総量がアップ。甘い香り、まろやかな味わい、長い余韻が特徴です。だって。本当かよ。絶対買わんぞ、俺。まさか、山崎と白州のモルト原酒を使用したのだと、バカな。それだったら普通に山崎買うわ。ハイボールでロックでてかさ、まあいいや。確かに角瓶、確かにプレミアム。誕生、サントリーウイスキー、プレミアム角瓶。てかさ、ちょっとさっき言おうとしてやめたけど、やっぱ言うわ。プレミアム角瓶、まあ、ね、プレミアムなのは、まあ、
ね。結局、あれなんでしょ？山崎とかの、あれ、モルトの原酒使ってるって書いてあったけど。ああ、だからプレミアムかと思ったけど、ハイボールでもロックでもって言うけど、わざわざプレミアムの、ウイスキーをわざわざハイボールにして飲むやつがいるのか。ね。というのが、個人的に思いました。だってさ、ハイボールって基本的にほら、薄めちゃうわけでしょ？ね。まあ、それは人それぞれなのかもわかんないけどね。で、わざわざプレミアムのやつ買って、高いやつを買ってるわけですよ。ね。それをわざわざさ、ね。まあ、そういう、まあ、人もいるんでしょうけどもね。個人的にはちょっと、それはないなと、俺は思うけどね。やっぱり。わざわざプレミアムのやつ買って、ハイボールにして、ね、炭酸で割って飲むっていうのは、ちょっと、考えられない。レベル。ですね。やっぱ高いやつは、もうクソも何もない、あれですけども。やっぱウイスキーってやっぱり、個人的にハイボールはあんまり好きじゃない。うん。正直。好きじゃないっていうか、うん。別に、まあ、うん。まあね、好きじゃないってほど好きでもない、なくはないんだけど、なんか、まあな、まあ暑い時には飲みたいかもしれないけどさ、せいぜいさ、せめてその、プレミアムなやつは、やっぱロックとかストレートで飲むのが一番だと思いますよ。やっぱり、なんだかんだ言ってやっぱ、ね、ハイボールは安だけで、飲むべきだと思います。あんまり、まあ、別に強制はしませんけどね。まあ、人の勝手ですけどね。で、だからまあ、ハイボールはやっぱり、ね、こういう、まずい、この角瓶、この角瓶さんは、まあ、黒各瓶。まあ、前回以前飲んだやつなんですけど。これはですね、まずい。ので、ハイボールじゃないと飲めません。まともに。まずすぎて。通常の各瓶と、まあ、変わらぬまずさっていう感じなんで、もう、ロックで飲んだり、ストレートで飲んだりすると、うわーって、もう濃すぎて、もうまずさがもう、濃すぎるんですよ。結局。うん。もういわゆる、なんか、うんこを生で食ってるみたいな感じ。うん。結局、そんな感じ。ですね。うんこを生で食ってるような感じですね。そのまま、ストレートで。うん。で、確かにうんこを薄めて、まあなぁ。それはそれで量が増えるからな。まあ、それをまあ、あれですか。まあ、あくまで買ったものですからね。あくまで買ったものは、やっぱり、それなりに美味しく飲みたいわけですよね。ということはやっぱり、やっぱハイボールとか、で飲まないとちょっと、厳しい。非常に厳しい。非常に、非常にね、あれです。きつい。やっぱり。でもね、角瓶はやっぱりね、この、なんていうの？この角のこの、瓶がかっこいい。のはあります。確かに。
それはわかる。この角瓶のこの亀甲縛りみたいな亀甲模様がすごい、かっこいいなってのはあるね。うん。普通のあのやつよりか絶対、かっこいいっていうのはわかるんですよ。ただ、まずい。なんか、なんて言われ、味なんだろう、あれ。なんかね、色で言うと、黄色い味がするんです。なんかピキーってくる、なんか辛いっていうか、なんかスパイシーな、スパイシーだね。すっげースパイシーになんかブワーってくるんですよ。あれがまずい。とにかくまずい。ので、俺は、嫌いです。ということで、小江戸ビール、ルリですけども、これは、まあ、四つ星ですね。うん。確かに、あれですけど、ちょっと苦すぎるかな、ということで、一つ、星を落としました。それではご視聴ありがとうございました。